姫継ぎは、丹沢山地北部、神奈川県相模原市にある標高1433メートルの山である。丹沢山地の南北に伸びる丹沢主脈の北部に位置する山であり、周辺の山々と共に丹沢大山国定公園に指定されている。山頂付近は丹沢山地の両線としては、珍しい平坦な地形となっており、県内最大級の唐松林が広がっている。 唐松林は神奈川の美林五十線に選ばれている。登山道は東海自然歩道の一部であり、登山の標高百4 3 3メートルは道歩道の最高地点である。1582年の天目山の戦いで、織田信長、徳川家康連合軍に敗れた武田勢の旗本、小山田八左衛門の娘である織花姫が道連合軍に追われ、この地にたどり着いた。 ウ花姫は、連合軍に包囲され、もはやこれまでと持っていた担当で、自分の喉をつき、自害した。このことから、姫月が転じて、姫継という地名になったと言われている。近年では、姫継と読まれることもあり、姫継に、姫継と両方のルビが振られている地図もある。丹沢新脈重装流と丹沢市味役の重装路小田急小田原線、渋沢駅より、 バスで15分の大倉登山口から、大倉尾根塔の竹丹沢山から昼が竹から、姫継ぎから焼山から、西野野と丹沢主脈を重走するルート。総距離、約 25km の長丁場となるため、丹沢山のみ、山山荘や昼が竹の昼が竹山荘で一泊し、2日かけて重走するパターンが一般的である。 神の川ルート姫次災六の神の川から入山し、風巻の頭、袖平山を経るルート。東海自然歩道の一部であり、毎年7月に開催される北丹沢12時間山岳耐久レースのコースの一部でもある。登山口までのアクセスが悪く、このルートの登山者は少ない。青根ルート、相模原市津久井町青根の東のバス停より八丁坂の頭を経て登るルート。 マイカー利用の場合は、林道の終点近くまで行けるため、姫継ぎやその先の昼が多計の最短登山ルートとして多く利用される。最寄りの山小屋は、キビ柄山付近にあるキビ柄避難小屋である。姫継ぎの南側にある原小屋平には、1955年の神奈川国体寺に建設された原小屋山荘という山小屋があったが、登山者の少ない丹沢北部地域での経営が、 困難となり1981年に閉鎖、解体された。姫継ぎの南側に、丹沢山地及び神奈川県の最高峰であるヒ昼が竹が位置する。ヒ昼が竹北斜面より見た丹沢山地北部、姫寺周辺の山々姫継ぎからの眺望。正面は丹沢主領の山々。ウィキメディアコモンズには、姫継ぎに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。